じゃあ私たちは先に勉強始めてよっか。ということは瀬川さんと二人きり。と行きたいところではありますが近くに湖があったんだ。瀬川さんよく知ってたね。さっき2階のバルコニーからチラッと見えて気になってたんだよね。見て魚がいるよ。意外とでかい。そうだ、明日はみんなで釣りしようよ。でも息抜きも大事だと思うんだよね。勉強合宿なんて初めてだからよくわからないけど。そうなの？友達も多そうなのに。それにほら、合宿なんてしてたらさっきみたいにサボっちゃいそうで、誘惑には勝てないと申しますか。じゃあどうして今回は参加したの？それはね、海野くんがいるからだよ。困ったわね。飲み物にお菓子、ラーメンでしょ？うん、そうしよう。ヘリカちゃんってすげえんだな。やっと気づいた？エリカちゃんに伝えたいことがあるんだ。